眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この5週にわたってね、今もう太陽フレア、これ大変な状況になってますんでね。5週ちょっと、これから5週にわたってお伝えさせていただこうと、ね、そんなやるんですか。いや、そうですよ。もういや、ね、本当侮っちゃいけないです。太陽フレアっていうのは単純に電波障害や GPS の混乱、そういうことだけじゃないんですよ。もう皆さんの死活問題、これからね、本当にね、今はああまた言ってるって、どうせそうでしょ、どうせああ安眠ラボラトリーさんがまたへまた言ってるぐらいでしょ。いや、とんでもない、とんでもないよ。もうこれからの時代、まずね、食糧難、これが一番恐れてることです。いや、まさかこんなことになるとはっていう。あとね、数ヶ月でそういう状況が訪れます。これはっきり言います。それが想像できない人類はもう駆逐しなければならない。はっきり言って出た。いや、そこはもう、そこを全然考えられてない。私のようなガンダムを一回作った人間じゃないと理解できないとこです。はっきり言います。先生はガンダムは一度も作ってない。まあね、いや、本当、いやね、ちょ、想像してみてほしいんですよ。電気が使えなくなるんです。電気が使えなくなる状況において、なぜ電気が使えなくなるか、これは前回お話ししましたので、ここではちょっとお伝えしませんがね。じゃあ電気が使えなくなった生活ってどうなるかって、この間もお伝えしたように、まず、お風呂が沸かせなくなる。ね、まずね。いや前回ウォシュレットつってましたけど、いや、もっとまずいことたくさんあるでしょ。いや思ってきた。まずお風呂。いや、ちょっと待ってなさい。はい、で、まずちょっと前回までお伝えした、はい、整理していきましょう。はいはい、整理していきましょう。はいはい、ね、ウォシュレットです。そうです。ウォシュレット使えなくなりますよ。でも、そだいぶ後ですけど ね、 それね。で、あとはね、優先度的には。はい。シャワー使えない。あ、はいはい、お湯が沸かない。もっと恐ろしいことは、電気が使えない、明るくない、暗い世界だって、そんなことはもうろうそくでなんとかなんの、ただじゃあろうそくどこにあんのって、ろうそく屋さんってどこ行きゃ手に入んのって、もうスーパー行ったって、そもそもスーパーの電気が消えてるからね。レジだって機能しないよ。ろうそくがどこに置いてるか分かんないし、そもそもろうそくを作る機械だって電気制御ですからね。確かに、もうそもそも何も、そこには売られてない状態なんですよ。どうやって明かりやるんですか。確かに。でしょ。江戸時代に戻るって言ったって、江戸時代だったらね、油屋さんが来たりとか、電気使わないでもちゃんと生活ができるように、みんながその電気を使わなくていいような生活のためのインフラがしっかりあったんです。今全くないでしょ。そうですね。そう、そんな状況にたった1週間で一変してごらんなさいよ。その次恐ろしいのは、これ冷蔵庫がないよ。冷蔵庫が動かない状況でどうやって食料を備蓄、蓄備しとくんですかっていう。ね。食べ、ちょっと想像、ちょっとなんか見えてきたでしょ。太陽嵐が本当に本格的になってきた暁には。じゃあ乳首じゃなくて備蓄ね。まあ、いいんですよ。あのね、もうそういうとこ突っ込まなくていいの。いやいやいや、だって本当に、もうだってこれ初めてこれ聞いたんですよ。チャンネーとシースって言ってさ、そんな、それはどういう意味ですかって聞くさ、業界の人は。チャンネーはっていう言葉ないからね、シースも。だけど、乳首って言葉あるから。だから、これ初めて聞いた人は、この人、何やってんだろう、いきなり乳首ってなりますよ。そういうのはね、そういうね、オンエア中に言わないでください。そういう。いや、そんなの楽屋で言ってください。楽屋って。だって、楽屋で言ったら伝わんないじゃないですか。いいね。いや、もう本当にね、冷蔵庫がない時代、これから来ます。氷もできません。氷もない。冷やせない。何にも冷やせない。根っこから抜いたものしか食べられないですよ。そこになってる木の実しか食べられないですよ。確かにそうだわ。もうお腹ペコペコです。
だから私はね、うん、もうそもそも今備蓄をね、うん、私し始めてます、うんうん、いろいろ買ってます。まあ豚麺を今ね100個ぐらい買ってます大量に買ってます醤油味をめっちゃ偏ってる。いやいや、もうでもそれが まずはね、はいはい、ただお湯をどうやって沸かすのあ確かに、うん、あでも、まあ、それは火があるか。そうでしょ、うんうん、いやで火をどうやって、いやガスは使えるんですよね。チチチチチチっていうのはどうやってやるの。チチチは電池、チチチチは電池ですよ。で電池どうやって作るのって。いや電池は家にあるでしょ。その電池なくなったらどうするの。まあなくなったらまずいですね。だからそういう話もなってくるわけですよ。そうか、うん、いやそう考えるとね、うん、いろんなものが電気に使われてる、電池が使われてる、うん、バッテリーが使われてる、うん、そういうもんなんですよ。なるほど、ね、うん、そっか。でもプレステとかもできないね。最初のそのそうバッテリーがね、はい、充電できるかどうかっていう問題、はい、ソーラーパネルでバッテリーこの間買ったんですよ。じゃあソーラーパネルで、うん、バッテリー充電できるのかなって調べたんですよ、うん、そしたら、うん、要は電磁パルスによって電気回路がショート壊れちゃうんですって、うん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 、それによってバッテリーも使えるかどうか分かんないらしいですよ。あ、じゃあ太陽ソーラーパネルがあってもダメなんだ。ソーラーパネルも完全に使えるかどうか分かんないんですって。へえ、うん、あそうなんだ。そうなんです。あ、それもうどうしようもないですね。そうそうそう、だから多分ねこれ聞いてる方もそう、山崎さんもそうだけど、まだピンとこないでしょ、うん、ピンとこないですね。僕も最初そうだったの。でもだん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 私ね、だんだんピンとき始めました。あ、そう、あーこれちょっと、うん、あこれはちょっとまずいなと思ってね、うん、うん、いやこれはね笑えないなと。確かに、うん、だからあのね、私たちね正直言ってこれ電磁パルスによって電気が使えない、もちろんこのね、うん、放送も終了です。だから今のうちにね皆さんにちょっとしっかり伝えないといけないなと思って、うん、これからのね安眠ラボラトリー、うん、これは皆さんを命を守るためのラジオ番組に変えていきたいと思います。だから笑わせることはもう残念ながらもうこれはない、金輪際をお笑いはないです。笑わせることは残念ながらないです。だけどそれ以上にもっと大切なのは皆さんの命を守る、これです。これから大切なのは、そうなんだ、うん、もう本当に身を粉にして頑張っていきたいと思います。でも貧電部とか聞けなくなるんですか。なんですかそれ。いや頻繁に電力不足になるっていうのが役です。あ、いや心電図とかそういうのも全然ダメですよ。使えないからもういや 病院も機能しませんから。心電図言ってね。これからの時代は病気も薬ももうないですよ。あ、薬も作れないでしょ。うん、手術もできない、うんうん、確かに。もう切るしか、切断するしかないです、幹部を。そういう時代です、はっきり言って。切ることはできるんだ。いやいや、あれですよ、抑えてろ、歯を食いしばれみたいな世界ですよ、これからの時代。あ、切るためにね。いや、もう本当そうですよ。確かに麻酔使えないの、ね、いや大変だ、もう本当に、うん、もう紙おむつもない、ないですよ、もうそういう生活で、今までこう必需品も全部ない、うん、だから今夜はねちょっとね皆さんにね、うん、あのもう最後のラジオという気持ちでねお伝えしていきたいなと思って、うん、まあ最後っつってもね、これ5週にわたってねこの太陽フレアの話をちょっとさせていただこうと思う。できる限りでね、5週って言ってたらそういえば、うん、できる限りもう皆さんの命を守るためのラジオ、あ、うん、安眠ラボラトリー命のラジオ、これをテーマでね行かせていただきたいなと思ってますけど、ね、なるほどね、うんうん、いやどんだけ伝わってくれるかな。まあ、ちょっと私はだから、まあ、備えてます本当に。あ、そうなんですね、うん、洋服だってもうねこれからの、ね、電気のない時代は、うん、服装もちょっとね考えなきゃいけないですよ。もうこれからはね、自給自足の時代です、畑作業の時代ですよ、うん、だからもうそういうことに備えると、うん、もうファッションからして、うん、もう違うんですよ。もうダメ、もう寝るシャツ買いに来ましたよ、寝るシャツを。これからはチェック柄、うん、赤のチェックの寝るシャツを引っ掛けて、うん、で前ボタン開けて中はヨレヨレと T シャツですよ。めっちゃなんかアメリカの農民のイメージ。ああそうですそうです、もうそれがこれからの時代は最
高のファッションです。そうなんだ、うん、でスーツなんか着ててごらんなさい。もうダメダメね、うん、もうああもう被告人扱いですよ。もうじゃあ襟立てらんないじゃないですか。まあ襟は襟まあ寝るシャツだったらいいです。だからあそう寝るシャツの襟は立てられたら、うん、立てられるもんだったら立ててごらんなさいって感じT シャツにふにゃふにゃだからね。そう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 ですそうですあそうそうです。であとアイコスとかもダメですから。もうだからネルシャスのこの胸のポケットにはもうラッキーストライクですよ。ラッキーストライクとあとビッグの100円のライター。あーうん。でところどころちょっとアメリカン持ってくるの何なんですか。いやいやだからいやで下はっていうと、うん、そうですねリーバイス。いやだからところどころやっぱアメリカンなんですよ。あのねそうあのね、うん、西部アメリカのね西部行って、うん、リーバイスなんか履いてると、うん、お前都会から来たなって言われちゃうんです。で本当の本物のね自給自足するんだったらリーバイスじゃもうダメみたいですよ。リーじゃないとダメみたいです。そうなの。そうです。リーが本当のデニムの。いやもうそれも本当か嘘か。いや本当です。いやまあ要はブルーデニムってブルーインディゴブルーっていうのは、うん、ガラガラヘビから守るためにあのブルーに染めてるの知ってるでしょ。これ有名な。知らない知らないですそんなこと。いやそうですよ。そうなんだ。それが黄色が混ざってるリーバイス系よりもリーの方が余計ガラガラがヘビが嫌いな色なんですって。そうなんだ。そう。だからこれからもう本当にね太陽フレアになってくると人類はもう本当にねそういうね凶暴な動物から身を守るっていうことを考えなきゃいけないです、うん、そうするとデニムはヘビに囲まれないようなブルー、これはリーが一番いいらしいですよ。うん、そうなんだ。そうだからリーのまあブーツカットのデニムを履いてでヘインズの T シャツを着てで、うん胸の左側のポケットがついている、厚手のネルシャツ、うんうん、着てで冬になったら、うん、フライトジャケットとかいいかな。私は N3B とかがおすすめするかな。なんかこの辺にヒゲとかも生やした方が良さそうですね。まあ生えてきちゃうでしょうね男の人はねどうしてもね、うん、あとは麦わら帽子ね。これ絶対必要ですよ麦わら帽子ですね。そうですそうです。あだんだんコツがつかんできましたですか。はい。だんだんあと他にどんなものが必要だと思いますか。ねバーボン。ああスコッチ飲んでる場合じゃないよ。ね、スコッチなんか飲んでてごらんなさい。うんうんうん、これはもう本当にさっきのリーバイスじゃないけど、うん、あ、これお前ちょっとブルジョアだなって言われちゃう。うん、ダメです。スコッチじゃない。もうこれからの時代はバーボンですよ。うん。農夫にはバーボン。ここ決まってます。はい。あと、ピックアップバンとかも必要になってきますね。うん、そうですね。あのマニュアルのね。はいはいはい、そうです、そうです、ね。SUV とかそういうものダメ。ねそうですね、ああいうのはもう一発で太陽嵐によって一発でもう動かなくなります。うん、でもピックアップバンだったら大丈夫です、大丈夫です。動くのね。そうです、そうです。うん。うん、そう。いやー、しかしちょっと話元に戻しますと、はい、これ太陽フレアでネットもテレビもラジオも結局何もダメになるわけじゃないですか。うん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 、そうすると、情報とかでどうやって仕入れたらいいですかね。いや本当にね情報とか全く入ってこないって言われてます。それと犯罪の多発、そういったことも出てくる、うん、だから本当にね皆さんね、うん、警察なんかにもこれ通報もできない時代ですからね。そうですよね、うん、自分の身は自分で守らなきゃいけない、うん、で守るためには武器を使うっていう話ですよ、うん、でこれなんかこれからの時代武器も必要になってきますよ。そんな世の中。そういうことです。で情報も何もないからね、何が起きてるかも分かんない、うん、どっから敵が来るかも分かんない、うん、うん。ジーパンに寝るシャツに T シャツ麦わら帽子そして持つには猟銃が必要です。おお、うん、まあ、できればハンドガンが欲しいね怖いやいや本当だからもうねできれば悪さは PPK ぐらいはねちょっとこう忍ばせておいてほしいな。そうなんだ。うん、こういう時代はねもう何が起きるか分かんないからね、うんうん、まあそれ備えればあれば憂いなしっていう感じ。なるほどね、うん、分かりました、はい、じゃあそうそうコメント紹介させてもらおうかな。あ、はい、あいつもありがとうございます、はい、皆さんコメントね、うん、あまたコメントというか、まあ、またコメントの返信に対するまた返信いただいて、うんうん、USAP
慶応うさこさんっていうのかな、うん、なんかあれなんですって、あの町田の喫茶店プリンス、えプリンス行ってたんですって。おすごい、私めちゃくちゃ行ってたじゃないですか、まあ、今毎朝毎朝行ってたもん、うん、夕方もね帰りも寄ってて、ね、でしょ、うん、だおよそ30年後にこんな形でお二人の話を聞けるなんて当時の私たちには想像もつかなかったですが、ちょうど30年前って言ったら、うん、はい、私20歳ぐらいだから全然行ってた。ああそうですね、うん、まあ、ちょっと高校とは違いますけど、うん、大学ぐらいか、そうですね、そうそうそう、もう6年間ぐらいかな通ってたもんね。でね、その方が、うん、町田は友達がね、一緒に行ってた友達が生き霊を見た場所でもあるんですって、はい、読みますね、はい、しょっちゅう待ち合わせしてましたが、当時携帯がなかった時代だったんで、うん、彼女がある日どうしてものっぴきならない事情で待ち合わせ場所に来れなかった時があって、うんうん、で私は1時間ぐらい待ってたんですけど、うん、途中遠くからこちらに手を振っている彼女を見つけたんですね。あっと思って駆け寄ったけど消えてしまって会えなかった、うん、結局約束から3時間後に会えたんですが私が彼女を町田で見かけた瞬間、彼女はまだ新宿にいて、うんうんうん、あー今すぐ待ち合わせ場所に行きたい、瞬間移動できたらな、どこでもドア欲しいと強く願っていたそうなんです。そんな不思議な体験をしたのも町田でした、うんうん、したということなんですけど、で今は待ち合わせは、スマホがあってこんなことはないけれども、今の若い人たちはあまりきちんと待ち合わせしないと言いますね。スマホはなかったけどポケットサイズの地図を片手にいろんな場所行ったのが懐かしいですって書いてありますけど、これまさにこれから起こる時代を象徴してるというか、スマホが使えない時代になっていくわけですもんね、これからね。ああ本当です ね、うん、だから本当ね、人類って一回退化してしまったものを元に戻すのはすごい難しいんですよ。最初からないんだったらいいんですよね。だけど一回あるものに慣れてしまって、もう今の若い人たちは逆に生まれた時からありますからね、はいはいはい、そうするともうそういう習慣がついた人にとってはいきなりなくなったら大変なことが起きると思います、うん、もう喧嘩ですよ、うんうん、え何待たせてるのあんたっていう話。いやいやもう本当そうですよ、ね、うん、男のくせに何女性を待たせてるのあんたっていうこういう時代が来ると思う。ああ、うん、ね、うん、本当ですよ。私あんたはいくら待っててもいいけど私は待たせないでよ。あーすいませんすいません申し訳ないです、いやもう別に他に男いるからっつって振られちゃいますか。振られちゃう、うん、そっか、そうそうそう、でいやいや別にどっか行ってください、どうぞどうぞ、私も替えの女性はたくさんいるからねっていうのはほんのごく一部分の一握りのイケメンだけ、はいはいはい、うん、そういう人間、そういう男の人だけが自分らしさやアイデンティティを持ち続けられるんですよ。なるほどね、そう、うん、プリンス言ってたんですよ、生き霊を見てた、そうそうそう、あそうですか、そうですよ、うん、まあそうですね、あの時代生き霊たくさん飛び交ってたでしょうね、うん、うん、どういうこと。で例えば携帯があると生き霊じゃなくたって、うん、携帯が、ね、通信できるでしょ、メールできるでしょ、だけど相手に伝えたいな、でも伝えられないなって、そんな時に自分の意心伝心っていうのは気持ちが飛んでいくんで、生き霊伝えやすいんですよ。生き霊っていうのはね、あの霊的なものだけじゃないんですよ、気持ちってのは飛んでいくんですよ、うん、もうやばい、電車がなかなか来ない、もうこの時間おそらく彼は待ってるだろうな、彼女は待ってるだろうな、待たせちゃってごめんねなんていう気持ちが先に飛んでいって、手を振ってる幻想を見させたりとかするわけです。それをキャッチして、あのその人たちの気持ちをなんとなく感じたりとかするわけですよ、うん、それが今度逆に言うと、亡くなってったあのおばあちゃんがこうあの世で自分を守ってくれてるんだな、じゃあ悪さしないようにしようって思って犯罪が消えてったりとかするんです。そういうのが、まあ、信仰心っていうわけなんですけど、信仰心っていうのがあった時代はみんなやっぱり犯罪も減ってたんですよ、うん、だけど今もう携帯とかそういう通信技術っていうのが発達することによって、人と人のつながりっていうものが目に見えるものだけを信じる時代になっちゃった、うん、だからそういう逆にこう維新で伝心、テレパシーみたいなものは退化してってるんでしょうね。なるほどね、うんうん、そう思いますよ。いや、うん、そういうことか、うん、林田先生今日もありがとうございました。いや、じゃあ
また明日もよろしくお願いします。はい、仏性っていうものを大切にしましょう。ではおやすみなさい。